西か、うん、じゃあ中部とか、まあ、中部というか、まあ、いや俺は絶対中部、絶対中部、心潰されそう、これ関西なんでみんなそうやって言うけどな、絶対潰されるの、あの九州のやつとなった時も、うん、関西だけは住めへんみたいな、俺もそう思う、なんでなんすか、住みたくないね、いや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 、楽しくてしゃあないっしょ、いや多分慣れたら楽しいけど、もうすごいこう屈強な心持ってないとダメみたいな、十分強い。今から頑張って喋る。そうです。喋るで。頑張って喋る。難しい。喋る前、喋る前。まあ、エビフライはご当地じゃないんですよね、あれ。一応いいかなと思うな。あの某有名タレントさんがね、なんか名古屋人のエビフリアばっか食うっつって。で名古屋の人はエビフリアって言ってるみたいになって、でそれに便乗した食品っていうかその飲食店がそのエビフリアを出して、それが流行って名古屋に根付いたみたいな、へえ、ただエビの消費量は全国平均よりやや高いってことは、なんで味噌なんですか、味噌汁だけでいいじゃないですか、味噌の味ドロドロしますよね、味噌煮込みうどんって中身でいいけど、ってなったまるんだよ、出た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 、名古屋会とかちなみに試合してるんですか、いや一切一回やろう、あんまりそうだ、なんかあれですね、ギコインっすか、名古屋やろうと、まあまあいいじゃん、やろうとしたんだけどこいつを忘れて、あーそういうのありますね、みんなに教えて案内してって言ったのに、もう案内しずに流れたと、もうこの場を借りて、ちょっと謝っといてみたい、本当にごめんなさいじゃあこれを機にどうすか、企画して、もともと企画しようって あって俺がしようとしたんだけど、結局さっき聞いたじゃん、あ、そうですか、うん、あ、そうですか、すいません、じゃあこれを しましょう、じゃあそうそうそう、しましょう、これを機にね、本当に、うん、名古屋で帰りましょう、え、名古屋でやるの、そういうわけわからんエビフライは味噌っすか、いや、そうっす、じゃあ家で例えば食うとき味噌が出てくる、あの味噌のチューブはある家に、家で味噌かけて味噌とかそれが名前、そんなんやったら美宝堂だよね、あ美宝堂の仕入れあれもう全然そう、宝石屋なんだけど、そこの、まあ、オーナーかなんかいるんだけど、そこのおじいちゃんだけど、それと孫がその別に有名じゃないんだけど出したいがダメ、いなくなっちゃったずーっとしてるの、そうずーっともうおじいちゃん年取ってくるの見えるし、成長する成長の記録をこう辿ってみたいな、そうじゃないけど、そのもう年々こうずっと美本の CM やってるから、そのどん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 その子供大きくなっちゃう、おじいちゃん年取ってくるそれにこう見える見えるそりゃめっちゃ斬新、めっちゃ斬新じゃない、久しぶりに名古屋帰ってきてみたらまた成長してるみたいな感じ、そうだからね、これあの、まあ、ダメ、おじいちゃんがね、まあ、お亡くなりになられてどうするんですかね、ネタらしいっすよね、嘘嘘、何の情報、嘘つけよ、ずっと嘘、お前そのあるある分かんねえどこどこじゃん、静岡どこじゃん、お前だから静岡どこ、関東ちょっと、もう、ちょっと、違うみたいな、うるせえ、明日からバチャルねえよ、明日からちゃうわ、これ、出た日かな、いや、東海3県、僕3県って思ってます、僕。あ、なるほどね。静岡ちょっと、わかんないです。ごめんな、みたいな。グレーな感じで。グレーな感じで。じゃあ、なんか一家に一台、これはあるみたいな、ないですか、一家に一台。他じゃないけど、そう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 。何がかかるかしら。やっぱ、つけ味噌なんじゃけ。やり味噌つけ味噌だけね。つけて味噌かけて味噌。あ、つけて味噌かけて味ありました、ね。つけて味噌かけて。CM とありましたもんね、さっきロース味噌カツ、そうそうそう、つけて味噌かけて味噌めっちゃわかりやすい、え、それ外人が言うてんの、そのつけて味噌かけて味噌、女の子っす、うん、女の子をかけながらと言うな、つけて味噌かけて、いや、それがまあ一家にしたわ、一家あるね、一家は1本ある多分デラー言われるね、もう出るよ、すげえ言ってたよ、先輩超がデラってことだろ、おめえ、デラデラ言ってんじゃねえよデラすごいんすよ、お前デラデラ言ってんじゃねえやろ、それひどいっすね、やばい
い、ショックだったこれ。それからもうデラあんまつかないでしょ。これはこの日一番の笑い。デラ名言、デラデラしてんだね。